際の標識や交通規則に従って運転してください。前髪伸びた。皆様こんにちは、えひろと申します。ご視聴ありがとうございます。今日とっても天気がいいです。車中泊をさ始めたらさ、途端に晴れ女になってきました。そういうもんだよね。でも嬉しいです。キャンプも車中泊もどっちも大好きなので、もうどっちでも大丈夫です。行けます。今キャンプ場に向かってるんですけれど、今回ちょっとまあ私いつもなんか忙しいんですけど、今回のキャンプ場は直接電話しかできないところで、インターネットで取れなかった場所なんですよ。なので直接電話して予約をしましたが、私ですね、もちろん住所とか電話番号とかは分かってるんですけど、全く Google で調べませんでした、その場所を。だから私は今カーナビに連れてってもらってます。どこへ行くのかさっぱり分からない。カーナビの言った通りに動いてます。今ちなみに自宅でカーナビをセットして、1時間後ぐらいでしたね、到着の場所が。何キロだったっけ ?31 キロぐらい、距離がね、距離的に。で、あと15分ぐらいで着くみたいです。ひとごと。もうね、だから今日本当に見てないですよ。キャンプ場が砂なのか芝なのか土なのかもわからない。もうキャンプ場の地図さえ見てないですもんね。広場がどこで、炊事棟がここで、お手洗いがどこでとかも一切見てないです。本当にもう行って着くがまま。本当に初めてこんなに調べなかったのが、忙しくてね、なかなかもう見れなかったんだよ。どうなるかな、楽しみですね。まあまずはそう、受付行くんですけど、それがまたちょっと面白いのが、受付をする場所とキャンプ場がすごく離れてるんです。遠いんです。受付をしてキャンプ場の移動距離が7キロって書いてあったんですよ。もうそこも謎い謎で面白いと思って、最近知ったんじゃないんですけど、前から知ってたんですけど、すっごい気になってたキャンプ場だったので、ちょっともう今回勢いで行ってみようかなと思って、なんか謎がいっぱいだったから、じゃあ余計調べてから行けよねって思いますよね。私も自分でそう思う。まあまあとりあえず間違った方向には行ってなさそうなので、行ってみたいと思います。ゴーゴー。あそこがね、キャンプ場の受付だよ。ん？まもなく目的地。あらしいよ。目
嘘、あ、本当だ、真正面にあった、見えた、ありがとうございます、着きました、ぽいぽい、ここぽい、ちょっとごめんなさい、マイクロバス飛べます、はい、ここ受付ここで間違いないと思う、 OK、 よし、受付をしてきます、よいしょ、ただいま、ね、聞いて聞いて、受付してきたらさ、ここの温泉券、入浴券いただけた、1回入れるんだって、ちょっと今から行ってこようかな、行ってくるね、ちょっと待っててください、ただいま、温泉から帰ってきました今さ、フロントからこう出てきてたら、こうおじさまに喋りかけられたら、オーナーさんだったみたいで、今すごいこうね語り合ってきたいや、めちゃめちゃ楽しいおじさまだった、でね、ここからよ、ここから私はどこに行くんだろうね、ここから7キロ先のキャンプ場、ナビゲーション頑張ってね、どこなんだろうね、ちょっと待ってね、暑い、エアコン、え、全然わかんない場所がえ、全然場所がわかんないよ、ここか、これ見ればわかる、私すごいね検索下手なの、恐るべし、はい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 、お、来た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 、もうちょい、やった来た、これここよ、ここに行く、行けたで皆様、さあ行こうか、よしよっしゃー、楽しみです、ガガガガ、途中まで私行きますよ、あー、いや、うん、今ナビゲーション入れれました、うん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 、やっと 6.7 キロ、うん、そうか、面白い、うん、ついていきますありがとうございます、はい、よろしくお願いします、行きますね、ね、面白いでしょ、おじさまなんかすごい仲良しだってか、早くないでだし、面白、なんかわかんないけど、はい、ついていきましょう楽しい、いいね、ねえねえねえ、おじさまめちゃくちゃ速いんだけど、運転ついていけないんだけど、もう消えかけてるよ、はい、おじさまとお別れをしました、ここからはちゃんとカーナビを守りたいと思いますおじさま超面白かった、これだと思う、キャンプ場、これこれ、ここよ、ほらこれ、実はね、小学校の跡地をキャンプ場に変えたそうです。あのおじさまが、あのおじさまの力で。へー、なるほどね。このね、グランドの中、体育館。あのね、オートキャンプらしいよ、あ、もちろん今日私カンソロです、一人ぼっちです、で乗り入れ自由、どこに泊めてもいい、どこにテント立ててもいい、悩むね、どうしよっか、ここが炊事場、お手洗いがあそこ、なんかプールがある、
悩むね悩むねどこにね悩むねどうしようほらほらどうすればいいここキャンプ場一人ぼっちねえねえねえ一周したよいやとりあえず芝生には芝生に止めたいね止めて立てたいねおんおんおん分かんないここに止めよっか小学校跡地のキャンプ場に到着しましたいや降りてみようはいよいしょよ小学校だよ広すぎてどこにテント立てていいか分かんないおじさまがサイトがね2個あるって言ったのよそういえばさっき行った小学校が第1サイトで第2サイトの林間サイトもあるからそっちも見なって言われたのを思い出してちょっと見に行ってみようかあったこれ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 が第2サイトらしいのちょっと行ってみよう。あ、こっちの方が良くない。こっちいいじゃん。こっちにしよっか。しかし狭いね。自動車学校の S 字ぐらい狭いよ。これ。おもろ。おじさまもうちょっと道路広く作ればよかったのにこれ。これ。うわあどうしよう。こっちにしようか、あっちにしようか。あっちとこっちとサイト悩んで小学校側にしました。なんかね、あっちね、虫が多かった気がする。ブンブン虫が。からこっち側にします。もうね温泉入ったからあとはもうテント立ててご飯食べて焚き火して寝るだけ今日ゆっくりできるかな何もトラブルがなければ、うん、そしてね雲一つない青空お星様とお月様見るのが超楽しみですよし、じゃあテント立てよう。よっしゃ。
お腹空きました。夕ご飯作ります。このメンバーです。勘のいい方はすぐにお分かりでしょう。あれです。正解、あれです。ペッパーランチ風のペッパーランチを作ります。お腹すいた。作ります。ゴーゴー。せっかくね、牛脂が入ってたから、いただきましょう。はい。はい。さあ、どれぐらい食べよう。私はどれぐらいお腹が空いてるのでしょうか。冷凍チャーハンって結構少なくなりますよね。イメージだから気持ち多め。どう？これぐらい。まあ醤油牛脂入れただけでこんなにいい匂いになるの。牛脂すごい、めちゃくちゃいい匂いがする。ちょっと味変しようと思ってキムチ持ってきたんですけど、言ってるじゃん、辛いの苦手って。なのに持ってきて入れるっていうこの私の筋違いな話よ。まあ入れちゃおう。よしよしよし、辛いかなこれ、このキムチ。食欲を誘う香りが広がってきたよ。っていうかちょっと焦げ臭いよ。ダメ？焦げてる？なんかね、このシングルバーナーめちゃくちゃ火力強いんだよね。弱火にならない。もうやば、焦げてきた。急いで急いで、もう行動遅いのに。行動遅いんだよ私は。回る？回して。ごめん、ちょっと飛びつきた、見ないで。気のせいだから、絶対気のせい。いいよ、気持ち調子いい。よし、飛び散った、飲みないで。ペッパー、違う、お肉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 ってどこで焼くと。ペッパーランチのお肉って端っこ、端っこで焼くの。詳しく知らない、ちょっと誰か教えて。誰か教えて。知らないよ。こういう感じなのかな、イメージ。どう？こうやってお肉焼かれていくの？どうですか？ペッパーランチファンの方、わかんないけど。え、どうすればいい？チャーハンは焦げる、お肉は生焼け。この両方をどうにかうまくするためにはどうしたらいい？お肉を焼けばいい。熱い。手袋してても熱い。ほんとこのシングルバーナーの火力が強すぎ。なんなんよ。火力がね、弱火ができない。この人。賢いの？どっち？できない。余熱で焼ける？もう。もう良くない？いいよね、もう。もう消そう？火を。大丈夫そう。大丈夫そうよ。切る。よし。安全、安心。安全を確保できた。これで。を乗り越えた。あのさ、盛り付けよく知らないんだけど。まあいっか。円を描く感じ？どうなの？ペッパーランチファンの皆様、雰囲気で作ってます。エイヒロは。わからん。コーン大好きだからもう全部入れちゃう。どう？わかんない。もう毎回言う、盛り付けセンスマイナス。ゼロより低いから。もういいから、良い小ネギ。もういいから、そういうの。これどうするの？真ん中に散らせばいいの？こんな感じしてたい。なんかたい、なんかさ、あのバター乗っかってなかった？気のせい？私の記憶の真ん中に。気のせいかな、気のせいかもしれないけれど、うん、持ってきたからバター乗っけときます。溶けるかな。溶けなかったらもう一回火入れます。完成です。ペッパーランチ風ペッパーランチ。
亀井寸法ですね。飲みましょう。さっぱりしたスープがいいかなと。こんぐらいかな。よし、180。こんぐらい。OK。よし。もう一回ちょっとペッパーを温め直します。バター入れたからね。うん、めっちゃいい匂い。おいしそう。そして、今流行ってる、ペッパーミル。これ知ってる？一回、ボって取れたの。やだー。OK。よし、完成です。もう食べる。やったぜ。いただきます。よし、温かいうちに食べたいと思います。いただきます。いただきます。スープ飲みたい。ちょっとね、寒くなってきた。やっぱり日が落ちた。熱っ。そしてペッパーランチ、美味しいのか。キムチ味いただきます。でかでかいな。いただきます。焦げてる下。あ、ちょっと焦げてる。美味しそうだよ。焦げてるけど。いただきます。あ、めっちゃくちゃ暑かった。びっくりした。超猫舌なんだけど。びっくりした。暑かった。でもめっちゃ美味しい。キムチ入れて正解でしたよ、これ。めちゃくちゃ美味しい。美味しい。で、そんな辛くない。キムチの辛さ苦手な私でもちょうどいい。うんうん。美味しい。めっちゃめちゃ美味しい。うん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 。皆さんも作ってください。簡単でしょ。冷凍チャーハンとお肉とコーンとネギ。このわかめスープがちょうどいい。猫のね、小学校の跡地のキャンプ場ずっと気になってて、何なんだろうと思ってすごく来たかったんですよ。来たらこんな感じだったから、あーねーってなって。でも、なんだろう、あの、すごい綺麗な芝だし、でね、ペグもめちゃくちゃ打ち込みやすかった。で、しっかり刺さってる。車真横につけれるでしょ。結構良くない？穴場だよね。良かった。しかも、キャンプ場の料金に温泉一回ついてたし。おじさまが面白かったね。なんかツイッター見てたら、キャンプ場を経営される方っていうかね、今からキャンプ場しますみたいな意気込みの方何件もいらっしゃって、気持ちがわからんでもないよね。やってみたいと思うもん、やっぱり。でもね、大変なことは多分いっぱいあると思うけど、でも仕事ってさ、何言っても楽な仕事ってないからね。世の中の仕事って大変なことしかないんだよ。どの仕事も皆さん大変なんですよ。ああ、今日のおじさまはちょっとなかなか、なんかね、未来に向かう自分にいいきっかけを与えてくれた。なんかすごい背中を押してくれるおじさまだったなって思った。やっぱああいう生き方素敵だな。めちゃめちゃ美味しい。本当に美味しい。おこげがね、ちょうどいいんだよ。本当に。ごめん、でもね、バターはわからんかった。バターどこ行ったんだろうね。バターが焦げたのか。バターがおこげ作ってくれたのか。コーンめちゃくちゃ美味しい。コーン大好き。
私は北海道の方がコウのこと、トウキビっていうのがねすごい好きなんですよ。で、トウキビって言われますもんね、北海道の人。トウキビ美味しい。あ、ちょっとめっちゃいいお焦げ出てきた。めっちゃいいお焦げ出てきた。やった。最近声出し始めたじゃないですか。前よりもですね、なんかキャンプに行くのがね楽しみになってきたんですよ。喋る気満々なんだけど、まあ下手ですよ、伝えるのは。熊本弁しか喋れんし。だけどね、皆さんと一緒にキャンプしてるみたいな気持ちに勝手になっててだからね、こんなやってずっと喋りかけてんの、一人なのに。カンソルだからいいけどさ、一人でずっと喋ってるよ、私こうやってね。他の人に見られたら危ないおばさんって思われてる、きっと。うん、キムチはね入れたがいいと思う。キムチおすすめ。ラストです、いただきます。最後のトウキビが美味しい。あのシェラカップも材質によってなんか飲み口が違いますよね。シェラカップでお水飲んだら分かると思う。かね、メーカーが違うとお水の味も一個一個違う。いただきました、大満足。寒くなってきた、焚き火しましょう。今日は焚き火に集中したくてご飯食べながらしなかったんですよ。ご飯をちゃんと集中して食べて、集中して焚き火をしたかったあの両方いっぺんにできない。ご飯作りながら焚き火してご飯食べながら焚き火してもうあのね、不器用だからね、そんな同時進行はなかなか難しいよ。ここ小学校の跡地なんですよ。おじさまが言ってたけど、やっぱ小学校だったからすごい桜が満開で綺麗だったらしいです、先週まで。だから今日は全部葉桜ですね。ちょっとだけ何輪かは咲いてるけど、でもなんかわかる、桜の満開の後でした。でも私はもう先週桜の満開、先週じゃないね、今年の桜の満開は満喫できたので大丈夫です。あったか、そして綺麗、炎が。薪がいいのかな。なんかね、青い炎があんまりない、綺麗。青い炎が綺麗なの。めっちゃオレンジ炎が。あったか、うわ、調子いい、調子よくなってきた。開いた。確かね、この薪はね、あれです、味仙ラーメンさんの駐車場に売ってある無人薪販売の薪屋さんのやつです。やっぱいいね、ファイヤーディスク好きだな。やっぱりソロ用のね、ファイヤーディスクを
買おうかめちゃくちゃ悩んでるんですよこれ大きいでしょ、大きくてもいいんだけどね、ソロ用欲しいですよね、ファイアディスクめちゃくちゃいい。焚き火です、ありがとうございます。焚き火チャンネルや、この薪いいわ、味仙ラーメンの薪また買いに行こう。でも私シャフだからさ、あの人々がラーメン食べる時間になかなかラーメン食べに行けないんだよね。でもこのね薪は24時間売ってあるからいつでも買いに行ける。ありがたや、ありがたや、シャフにとってありがたやですよやっぱいいわファイヤーディスク、いいいいわ、かっこいいな。私のチャンネルの名前が A 焚き火チャンネルじゃないですか。焚き火の置き火がすごい好きなんですよ、焚き火のきらめきが。まあそれもあったし、で私あの最初 YouTube 見出した時にあの焚き火だけを何時間もしている YouTube があるでしょ、それをずっと見てたんですよ、まあ、見てたっていうか見ながら寝てたっていうか、それがすごい癒されて、だから私も本当はあの焚き火だけを撮影したチャンネルにしようと思って A 焚き火チャンネルにしたんです。だけどあの簡単に焚き火をただ燃やすチャンネルっていうのはめちゃくちゃ難しいですね、できなかったんです。焚き火の炎の見せ方も大事だし、そしてよくよくいろいろ調べたら本当にあの焚き火のチャンネルの方は薪から自分で作られて乾燥させて、そして自分の焚き火のスタイルまで持っていかれてるみたいなんですよ。もういや奥が深すぎて私が入っちゃいけないところだと思って、それで焚き火の動画をやめたんです。だから私まあ星ですね、私の星1 の前に本当は何本かあったんです動画が。だけどなんか自分もこう気持ちが揺らいでて定まらなくて、だからその星1の前の動画も全部消しちゃったんですよ。であの星1の動画のキャンプからスタートしたんですね。なんかやっぱキャンプ好きだなと思ってキャンプの動画一回撮ったらなんかすごい楽しかったんですよ。そこから今日までつながってます。そうだからほら YouTube あるあるじゃないけれどチャンネル名ってそんな簡単に変えられないんですよね。だからそのまま、まあキャンプは焚き火するし、焚き火チャンネルのままでいっかと思って続けてます、はい、焚き火って集中してしたいね、すごい。やっぱなんかね料理しながらとか作りながらしたってなんかね全然趣が感じられない。夜ですけどちょっと珍しくミルクティーを飲みたいと思います。実は
シャトレーゼでケーキを買ってきたんですね。じゃん、じゃ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 ん、ケーキで、どうやって出すこれこうやって出す、こう、怖い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 、出た、こうやって出す、こう、焚き火でケーキが溶けそう、こう、おお、クリスマス以来ではいただきます。なんてケーキか忘れちゃった。合うのケーキと焚き火私は好きですけどね、こういう感じ。やばいっすね、久しぶりケーキ食べるわ。シャトレーゼだもん、美味しいに決まってるさうめー、めちゃめちゃ美味しいさ、やばい、めっちゃくちゃ美味しい。私あんまりあの記念日とかが好きじゃないんですよ女子なのにね、あのそういうとこ大雑把で、もうなんか何月何日が何の記念日とかがねそんな好きじゃなくて、で YouTube 始めてだいたい1年経ったから1歳のお誕生日かなと思ってケーキ買ってみたんです。もう本当に去年から YouTube 始めて、すごいね変わったんですよ、生活のリズムっていうか YouTube 始めてあのなんかいっぱい支えられてすごくね嬉しかったんです。もうすごい SNS 苦手で、ツイッターもすごい苦手で、だけど今から自分頑張らなきゃいけないなと思って去年1年間なんかね頑張ったとかじゃなくって、あのすごい自分が生きてきた中で変化が大きい1年だったんですね。もう本当に SNS とか怖くって、もう見ず知らずの人と文章で会話するとか考えられないみたいな人間だったんですけど、すごく YouTube とか Twitter ですごく支えてもらってめちゃくちゃ嬉しい1年でした。本当にありがとうございます皆さんとかがいっぱいいいねとかコメントくださって見ず知らずの私なんかにすごいコメント効果くださってめちゃくちゃ嬉しかったんですね。でやっぱりほらね、最近のコロナの影響もあってなんかすごい孤立してたなと思って、だけど本当に皆さんに支えてもらってすごく素敵な一年でした。ありがとうございます私ね本当に寝泣き虫なんですよ。カンソロで焚き火の前で美味しいケーキ食べれて嬉しいです、めっちゃ嬉しいです。あ倒れたありがとうございます皆さん。
嬉しい涙なんですよ。嬉しいんです。昼もとても嬉しいんです。大好きなイチゴは一番最後に食べる性格です。最後。美味しい夕ご飯と最高のデザートで。もう私は寝るだけです。満天の星空の中。昨日もお月様見たんですけど、多分出てくるのが遅いんですよね、今時間帯が。もうちょっとしたらお月様出てくると思うんだ。お月様出てくる前に私が寝ちゃうかもしれんけど、まあいっか。もう桜咲いたからさ、もう寒くならないだろうと思ったんだけど、結構寒くなってきましたよ。また明日の朝の予想気温が4度かな。で、ね、さっきからずっとでっかい猫ちゃんが私のテントを狙ってるの。絶対閉めて寝ても入ってくるタイプよ、あれ。どうしよう、猫ちゃん、茶太郎みたいに夜テラスの上に寝転がってきたら。今日の猫ちゃんなんかね、大きいから重そうだよ、乗っかってきたら。うってなるよ。外が寒くても湯たんぽがめちゃめちゃあったかい。寝れる、余裕で、あったかいから。よし、寝ましょう。おやすみなさい。